なしで足りないありますね。ちょっとこれやばいですよ。歴史に残る戦いが今目の前で繰り広げられている。とてつもないしのぎが。うわ、あ、竜巻騙した。おっ、スタートして、スミスワードだ。その上を行く真空見上げている。中心なんだ、ここから。さあどうなる、体力差まだある状況。うわ、うわ、マジか。今度は中盤もう一位にいる。どうする、やばすぎる。心が極力のワクチンのゲームに戻ってきて。さあ、梅原の体力はわずかになってきたぞ。お互い VK もたまに疲れる。どうするか、梅原が前に出る。ここはソニックから発表する。相手になっている。どうなる、Not again! No! Daigo strong! Not again! He is trash! Get him off the stage! Ace に向かってソニック選んだ理由は。 Why did you choose Eddie or Capoeira? 私レイヤーでも何でもなくてですね、あのもう生の梅原さんに会えるということで、あの何か参加できるものはないかと。 She is not, she's like not a cosplayer or anything. But she wanted to she wanted to meet Daigo in person. So she figured this is a chance. So she made her cosplay the last second so she could come this event.Her point here? ファイリスカってポルトガル語でなんか先行っていう意味のポルトガル語なんですけど、まだここにも入ってるんですけど、ここは梅原って間違いない、もう夜なべして、はい、作りました。名前がエメメっていうのもすごい気になったんですよね。エメメ、あのメメメメメの、メメメメメメ。 So this is a Daigo fan girl.Her name is Meme Meme. That's Daigo's, you know, his gamer tag. それはないだろう。ほら。うわ、女の子の部屋だ。あ、来ちゃう。お。危ねえやつだと思われてますか。まあ、鉢巻きしてるからな。トラって書いてあるから。襲う気満々。そりゃ逃げるわな。Who does it? Oh, don't worry. But are they allowed? How are you doing? Thank you for your hard work. Thank you. Thank you. まあ、多分自分で。OK。Alright, so I guess we're gonna have Daigo walk. We will pass the backpack off to Daigo later. For now, she's gonna wander around. Daigo got the Ensurgo hat, the Red Bull 5G. Oh shit. Oh god. I've been out.ありがとうございます。
初めて子供を抱く。初めてですか。すいません、無理やり。スイカ、スイカ、スイカでも。今度から絶対誰よりも空高く飛びます、昇竜拳で。センキュー、オノさん、ありがとう。オノさんズ、あー、オノさんイズゴッド、オノさんイズゴッド。めったに行かない温泉旅行なのに、Again, oh, Dagi's doing the Birdman hands, trying to get more drinks. あと30はい配信はあと30分ぐらい。Dagi's getting drinks here. もしドネーションやりたい人がいたら、Dagi, look at the camera. No, up, Dagi, up, up, up. Oh my God.Upper body hurt box? それは足場でしょ。壊しとかさ、壊しとかさ。これ、そう、波動拳負けちゃう。負けちゃう。波動拳負けちゃう。でも、負けて、え ？EX は勝つ。Yeah, yeah, right. これはもう前回と同じです。Yeah, yeah. じゃあもう一回チューパンとか。Regular Hadoukens shrink the upper body hurt box. EX shrinks the lower body. Yeah. これがスーパードーム。So Kuroda just said, huh? もう一回どうぞ、もう一回どうぞ。So what happened is, the EX is not supposed to work on the...声見させて。The main menu. あ、大丈夫そうですね。ようやく、ようやくですけれども、コントローラーの設定の方を現在しておりまして、最終戦の方をこれから戦っていきます。ここまでですね、マチャボー、そしてゴーイチと非常に強敵と戦いまして、まあ、ドグラ選手の体も温まってきてはいると思います。行きますか。ちょっと梅原さんの顔が完全に酔っ払いの顔になってます。ハメコ says Dago's face looks like he's wasted。ただここはですね、あの振動最後綺麗に格好決めていただきたいところですね。Someone screenshot me a drunk Dago face for the emote。ギャスさんも見守っております。さあそれではですね、始め。いやちょっとストリートファイターしようよ。さすがにストリートファイターやろうよ。おい、ストリートファイターしよう。いやあーこれやっちゃってるな、これやっちゃってるよ、これやっちゃってるね。あ、やってるやってる、あ、これやっちゃってるわ。こ
これはやっちゃってるわ。さあ距離を取って梅原にはゲージが1本、時々はグリッチから預かれ、前に出ているドラゴンスープレックス。山、まあ、勝利打ちづらいでしょうね今のは。いやー、打てるなら打ってみろと言わんばかりの歩き投げ。あー、体育あるぞ、体育あるぞ、レックスあるぞ。あー、すごい、これ入った。うわレジェンド大丈夫です。失礼します。この爆弾が独立したのが同じアメリカ勢ってのはちょっと変わりました。いやー、ルーサーできたしな。いやー、これがエボ。あ、梅原さん、ついに試合です。やめなさい、あのジャケット脱いちゃう。はい、配信でこんな風になってるんですね。The beast was impressed. Oh, yeah. そこは微妙な舞い。さあ、ここでトリガー発動は時では V リバで回すという珍しいパターンですね。今まではあの端でトリガーだったんで、これで画面端で、V トリガーが使えない状況だが、記号はここは一寸豊昇龍、押し置きは裏剣から痛いぞ EX 様まで足りているフルコース。そうですね、まあ、ゲームの中でぐらいは勝ちたかったんですけど、また出直してきます。As you see, he's on the verge of tears. He's tearing up here, but he said he's going to come back. では、梅原選手、一言お願いいたします。He has to redo it. He's got to restart. ゲーム以外全部勝ってると思うんですけど、まあ、っていうのはともかくとして、冗談ですけど、あの去年、時戸、まあ、一昨年もだと思うんだけど、時戸がすごい活躍してて、で、すごいなって、なんかやっぱり環境変わって、化けたなっていうのが。あっ、これ早いんだけど、なんか着地してる。もうダメだ、これ他の生還したやつ見たことない。しかもこれさ、ついたらもう終わりなのに。何よくわかんないですけど、どういうあれ、何マジ。俺の勝ちでいいのかよ。Dagon knows the rules now. The last time he played, Oh, my God.From real life guy. もうソニック。これがこの恐ろしさですよ。見事な。But now Suzuki's got Super Saiyan. You better watch out. He's got three bars in Super Saiyan. Forward throw. He's gonna have to activate soon. Another sweep. Suzuki's gonna have to activate here. No, he gets counted here. 俺は負けません。鈴木さんに勝ったら何でも買ってあげるっぽいから。好きなもの。He's telling her. He says, I'm not gonna lose. Don't worry. 1-1 to 101 now. She doesn't know whether to keep the beat, I guess. I don't know. He's like, I feel like I'm in a dream right now. He's like, I'm in a dream. What's going on? He's like, your song was great, but... I said, oh, he said, are those real or fake? She said they're real. I don't know what she's talking about. I have no idea.
Welcome to Japan, Otaku. I'm just the translator, okay? So please don't write any articles about me.